北山停留場は、高知県阿川郡に井野町にある土佐伝交通井野線の路面電車停留場。北山停留場は1960年、それまで存在していた北山口停留場と塩崎停留場を統合することによって新設された停留場である。統合前の両停留場はいずれも、1907年に井野線の枝川停留場から井野停留場までの、 区間が開通したのに合わせて開業した。キロほどは、北山口停留場が、北山停留場に同じく、張馬や橋起点1 0 3トル対して塩崎停留場は1 0 4トル北山口停留場については1943年に一度、休止されるも、9年後の1952年に、営業を再開している。乗り場は2あり、 東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように置かれる。ただし互いの乗り場の位置はハス向かいにずれていて、東に井の方面行き、西に針間や橋方面行きの乗り場がある。針間や橋方面はホームが設置されるが、井の方面は南を並走する道路上に白線で安全地帯が示されるのみである。北には丘が迫り、停留場は その際に張り付くようにして設けられている。隣を走る国道33号の南には土山線の線路が寄り添い、東低流上から井野商業前停流場付近にかけて井野線の軌道と並走する。AB、土砂電鉄が走る町根弱48から51ページ。ABCD、魔王慶介。日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎、2009年。 60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDEFG。土佐電鉄が走る街今弱99.156から158 15ページ。上野広と。土佐電交通。再出発。便利な市民の足に。高知で。設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶像。四国。 九州ライン全線、全駅、全配線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、42.94ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ABC 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年。 288から289ページ。ISBN 978から4から794216151。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年92ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。